こんにちは、生活冒険家のなるです。今日はですね、生活冒険家として、これからの暮らしがどうなっていくのかというところをですね、考えたのでお話ししていきたいなと思います。早速これからどういう暮らしになっていくのっていうところなんですけど、僕はこれから人はめちゃめちゃ動く人とめちゃめちゃ動かない人の二極化していくと思います。はい。で、どういうことなのっていうところなんですけども、やっぱし今回の、コロナウイルスとか、それ以前からですね、インターネット情報化、ぐわーっと来てるっていうところでですね、人と人が実際に会う必要性っていうのがめちゃめちゃ減ってると思うんですよね。で、実際に今回のコロナウイルスで、自宅待機って感じでですね、僕の県庁の友達なんかもずっと腰が、重かった、新しいことに挑戦、なかなかできない、そういった役場みたいな場所もですね、今回のことをきっかけに、オンラインでの仕事っていうのに踏み切って、できるじゃんみたいなことを言ってたんですよね。その時に僕は思ったわけですよ。そもそも職場に行って仕事をしないといけないっていうのは本当なのだろうかと。実際やっぱし、対面でやらないといけない仕事っていうのはあると思います。ね、そういったものはあるんですけども、そもそもですね、それらの、サービス業ですらもう本当にいるのっていうところですよね。実はなくてもいいものって結構あるんじゃないかなっていうふうに、今回多くの方がなんとなく感じてるんじゃないかなっていうふうに思います。で、今、ズームで会議とか、ズーム飲み会みたいな感じでですね、オンラインでのそういったコミュニケーション増えてると思うんですけども、これからもっとよりリアルにオンラインで人に会えるようになると思います。例えば VR で人と会えるようになったりですね、そのうちホログラムっていうのも出てくると思うんですよ。で、ブーンってそこに、実際にですね、目の前にその人がいるような、感じで人と会えるというふうになっていくと思うんですよね。ってなった時に、いよいよ人っていうのは実際に会わなくても良くなるなっていうふうに思っています。で、僕が今までの自分の行動を振り返った時に、自分が動く理由っていうのは大きく2つあって、で、1つはこれが大半なんですけども、誰かに会うため、何かこう実際に誰かと会ってつながりを持つため、お話するため、一緒に時を、空間をね、シェアするためっていうのがすごく多かったなというふうに思います。はい。これはオンラインでも大体ある程度できるっていうことが分かってきましたよね。で、そうじゃなくて実際、他にも僕が実際に行動する時っていうのは、何かこう五感でものを感じる時だなと思います。例えば味覚、特別な、味を味わうとか、あとその場の空気感っていうものあると思うんですけども、そういった、場の空気、自然だったりですね、そういったものに触れるため、何かこう熱気とか熱狂、楽しい雰囲気、ね、人が集まって生み出すそういったものとかってあると思うんで、そういったものを、味わう、ために人っていうのは動くなと思います。で、僕は冒頭ですね、ものすごく動く人と動かない人に二極化していくと思うって言ったんですけども、どういう意味かっていうとですね、そのめちゃめちゃ動く人っていうのは、僕がモバイルハウスやってるんですけども、僕みたいな人間ですよね。いろんな場所に拠点を持って荷物を少なく柔軟に動ける人、こういう人は増えていくと思います。で、やっぱし歴史を振り返ってもですね、鴨の町名だったり、火事の多かった江戸時代っていう感じで、乱世とかものすごく目まぐるしく状況が変わる時っていうのは、人は物を減らして柔軟さを上げるっていう傾向があるんですね。で、まさに今ですね、インターネットで情報社会グワッと動いてると、たった10年前に iPhone ができて、今もうね、皆さんスマートフォンを見る時間って1日の中でものすごく多い、インターネットの中にいる時間ものすごく長くなってると思うんですけども、10年前20年前って全然そんなことなかったと思うんですよ。っていうことを考えるとですね、実際にそうやって人が10年後20年後の暮らしっていうのはものすごく変わると思うんですよね。そんな感じでですね、人の暮らしっていうのはこれからも変わっていくなと思っていて、で、これからどんどんその変化が、スピードアップしていくっていう中で、人はそれに対応するためにものを減らして柔軟さっていうものを高めていくというふうに思います。そういった人々がすごく動く人っていう感じですね。はい。で、ちなみにこういった人種は、やっぱりオンラインに強くなっていくと思います。オンラインっていうのはマストなスキルになっていくと思いますね。どこにいても人と会える、どこにいても何か人とつながって人の役に立てる、
ていうことですね。っていうことが、必要なスキルになっていくと思います。逆に動かなくなる人っていうのは、人間なんですけども、まあ、どういう人かっていうと、コストを落として地方でできるだけ自分のインフラを作る人だと思います。で実際にですね、僕もモバイルハウスで新しい暮らしに会いに行くっていうことで、全国のいろんな面白い暮らししてる人に会いに行ってきたんですけども、もうすでにですね、各地方にめちゃめちゃ面白い人いっぱいいるんですよね。で彼らやっぱしどういう生活してるかっていうと、自分で何か人に役に立てる、そんなスキルを持っていて、でさらにライフコストを落としてる、インフラを作って食べ物を自分たちで作って、で土地と家賃の安いところ、もしくはもうですね安い価格でお家を買ってそこに暮らしているっていう感じでですね、そういった暮らしを始めてる人たちがすでにいます。でやっぱし彼らはですね、東日本大震災の後2011年からですね、まあ、それ以降に動き出してる人がすごい多いなっていう傾向があると思うんですけども、やっぱし何かこう大きな変化があって動かなきゃってなった時に人は動くんですよね。で今回のコロナでも、就職が、なくなって、行く先がなくなった若者がですね、田舎に行ってるなんて話も、まあ、そんなに事例は多くないと思うんですけども、あるっていうふうに聞いています。まあ、そんな感じで、人はより、地方で、コストを落として自分で暮らす、生きるっていうことをやっていくと思うんですよね。っていうのも、そもそも大企業に入ってお金を稼いでっていうことが、実際ですね、それって何のためだろうって考えたときに、究極お金って何のためだと思います？人によって意見は違うと思うんですけども、僕は究極生きるため、命を継続するため、でつまりはですね、水、食べ物、そして家っていうのをゲットするためだと思うんですよね。ってなった時に、それらの、お金のかかるもの、最低限の、暮らしが担保されれば、人は働かないといけない、大企業に勤めないといけない、誰かの下で、雇われないといけないっていうことが必要なくなると思うんですよ。ってなった時に、人はどんどん地方でそういった暮らしをしていくと思います。でいやいやと、そんな、いや都会で勤めてる人、いやこのままやっていけるでしょって思ってる、人も多いと思うんですけども、でそれからもこれが、メインストリームだろうというふうに思ってる人もいると思うんですけども、僕はそうだと思いません。実際に今回のコロナでですね、僕の妹2人が海外にいたんですけども、2人とも、首を切られて帰ってきました。パーツタイムの仕事だったってのはあるんですけども、実際に人に雇われるっていうのはリスクになっていくと思うんですね。でこれから環境がいろいろと目まぐるしく変わっていく、いろんな状況に適応していかないといけないっていうのは、人間のみならず、まあ、もちろん法人、まあ、法人法の人で人なんですけども、企業もだと思うんですよね。で考えた時に、もし僕が経営者だったとしたら、柔軟に変わっていく必要があるんで、ある一定の社員を抱え込ん で、その人たちのスキルに身を任せるっていうのは、正直合わない世界になっていくと思うんですよね。なんでもし僕が経営者だったら、その時必要なスキルを、そのスキルを持ってる人に、頼んでお金をお支払いして、仕事をしてもらうというような形にしていくと思います。まあ、実際そういった企業が増えていくと思うんですよね。ってなった時に、どこかの企業に勤めていたら安定っていう時代はもう終わると思うんですよね。なのでこれから、必要なスキルっていうのは、自分で生きていける、ライフコスト、インフラっていうのを、ライフコストを落としてインフラを自分で作れるっていうことと、あとですね、自分で誰かの役に立てるっていうことだと思うんですよね。まあ、それはですね、まあ、もっと大きく言ってしまうと、企業に求められるような何かスキルを持っておくっていうことだと思うんですよね。まあ、必ずしも企業ではなくてもいいと思うんですけども、そういったスキルが必要になってくると思います。でさらに言うとですね、人はよりオンラインで過ごす時間っていうのが長くなっていくと思います。やっぱり今回のこともあるんですけども、実は僕ステイホームって結構しっかり自粛してたんですけども、全然苦じゃなかったんですよね。っていうのも、動画の勉強をしたり、オンラインでいろんな情報を取ってきたりですね、あと自分で何かこう動画作ったりっていうような感じで、正直パソコン一つあればもうやることなんて無限大にあるんですよね。で実際にそのオンラインでこれから人がよりつながってって、オンラインで過ごす時間っていうのはもっともっと長くなっていくと思うんですよ。ってなった時に、人はオンライン上での何かやり取りだったり、オンライン上での仕事っていうのは増えていくと思うんですね。まあ当然ですよね、人がオンラインで過ごす時間が長くなるんだから、オンライン上でのニーズが高まるわけですよ。なんでやっぱパソコンでできる仕事、オンラインで何かできる仕事っていうのは一つ必要だなと思っていて、とはいえですね、オンラインだけに振り切ることがじゃあいいかっていうと、そうじゃないと思ってて、やっぱし実際の生活、リアルワードでの何かスキルっていうのも
重宝されていくと思います。なのでですね、オンラインとリアルワールド、この両軸での何かスキルを持っておいて、その組み合わせで何かスペシャルな人になるっていうことが大事なんじゃないかなと思っています。まあ、こんな感じでブワーッと話したんですけども、まあ、僕正直考えてもやっぱしちょっとわからないなっていうところがあって、で、まあ、どんなところかなっていうと、人はどういう時にじゃあ動くのか、やっぱ自動運転が広がってよりオンラインでのいろんなものが便利になってですね、人はどんどん動かなくなっていくと思うんですよね。ってなった時に人ってどういう時に動くかなっていうのは、やっぱし自分の中ではこうやって五感を感じるため、五感を感じる時に人は動くんじゃないかなと思って、旅行業なんかはこれからもなくならないなと思ってるんですけども、とはいえですね、じゃあ人っていうのはどういう時に動くんだろうなっていうのは、きっとまだ見えてないところがあると思うんですよね。まあ、そこにですね、何かこうニーズだったり新しいものが生まれるなというふうに思っていて、そこは今一緒に考えたいなっていうのと、あとですね、これからそのオンラインワールドがどういう風になっていくかっていうところですよね。例えばですね、こうマトリックスの世界みたいな感じで、それぞれがオンライン上でアバターを作って、そのアバター同士が何かもうオンライン上で生活をするなんていうことが起こっていったりするのかもしれないし、でそうなってくるとですね、そのオンラインワールドの中で何かものを作ったり世界を作ったり、それを売り買いしたりなんていうことが、これからもっと求められていくかもしれないですよね。まあ、なんかスマホゲームの課金なんかって結構それに近いなというふうに思うんですけども、まあ、そんな感じで、オンライン上での何か売り買いっていうものが増えていったりすると思うんですけども、まあ、そのあたり何がオンラインワールドっていうのがこれからどうなっていくのかなっていうところですね。あと僕がすごく今考えているこれから求められる仕事っていうのは、そのオンラインでの仕事っていうところと、あと田舎での仕事、つまりはですね、生活力っていうところが何か仕事になっていくなと思ってるんですけども、これから求められるスキル、一体どんなものがあるのかなっていうところでですね、ご意見がある方にはぜひ、いただきたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じでですね、まあ僕の考えるこれからの暮らしっていうところで、田舎のようなですね、ところで、自然の中で低コストで暮らしていく人っていうタイプと、あと荷物を減らしてすごく柔軟に動ける人、多拠点で動く人っていう人、その2つの人種が増えていくと思います。まあ、他にもですね、意見がある方本当に本当にお話ししたいなと思うので、コメント欄にいただきたいし、あとですね、なんかオンラインでそういったことが話せる機会みたいなのも作りたいなっていうふうに思ってます。そんな感じでですね、ちょっとこの動画、もしかしたらいつか消すかもしれないんですけども、見ていただいて何かこうね、考えるきっかけになったり、僕もですね、考えるきっかけになったらいいなというふうに思ってます。はい、というわけで、生活冒険家の、未来の暮らしでした。そしたらねー。